皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。今日の最初のコースはこちら、ケンタさんの急げ、クリア率 2.22% ですね。こちらのコース遊んでいきたいと思います。今回は私の新作コースを遊んでいただいている方の中から選ばせていただきました。では早速やっていきましょう。急げケンタさん、はいはいはい。今撮影している時、クリスマスイブなんですけれどね、なんて悲しいんでしょうね、マリオメーカーやらないといけないなんてね。さて、クリボッチはケンタさんのコースを楽しく遊ばせていただいてますよ。もう私にはクールがいるからいいですけどね。なるほど、これはかなりシビアだ。ここの砲弾が赤砲弾だったらまだなんとかなると思うんですけどね。はい、これで、これは届いたでしょう。よーし、これはいけるいけるいけるいけいけ、頑張れクリボッチ、クリボッチマリオ頑張れ。5 4 3 2 1、メリー苦しみます。ここだよな、問題はな、やっぱりな。はい、ここは隠しブロックとかないかな。なさそうですね。はい、できればもっとちっちゃいジャンプでいきたいんだけど、それもなかなか難しいので。ここは、ここも大きなジャンプはしてないつもりなんですけどね。他にもっと時間を縮められるか。4 3 2、メリークリスマース。はい、ギリギリ間に合いました。いやー、よかったよかった。20秒002、多分これがベストタイムなんでしょうね。急げケンタさんのコースクリアさせていただきました。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次はこちらの方のコースですね。この間、雲の糸、芥川龍之介の雲の糸、そちらのコース制作された方ですね。もっともっと特別なオンリーラン。ということで、半自動コースですね。右と Y 押しっぱなしやっていきましょう。スマップ、スマスマでラストらしいです。さて、カロンをギリギリのところで踏んで走っていきます。お、クリボッチ。クリボッチ、今のが本当のクリボッチ。いやー、いい気味ですね、クリボッチ踏んづけていくのはね。仲間なんだけど。クリボーは仲間さ。さて、おーい。いやー、いいですね。クリスマスにクリボッチを踏んづけていく。いつか私もそっちの勝ち組に行ってみたいものです。というわけで、もっともっと特別なオンリーラン、クリアさせていただきました。ありがとうございました。はい、では今日の最後のコース、こちら遊んでみたいと思います。注目世界のとても難しい、クリア率 1.16% ですね。キャノンボールということで、多分大きな砲弾かなんかをずっと追いかけていくような感じのコースなんでしょうかね。楽しみでございます。ちっちゃい砲弾でしたね。多分あれをずっと追いかけられながら進んでいくことになるでしょう。さて、はいはいはい、あ、こっちか。了解了解了解。おお、面白そうだ。いいですね、こういうコース大好きですよ。石のブロックのあるところはバブルが出てくる。はい、 OK、 了解です。ここ左側の上に行けないかなと思ったけど無理かな。うまいことやられてましたね。やばい、今3つあったやつ踏んじゃったけど、あれ使うんじゃないよね、大丈夫だよね。怖い怖い怖い、バブル次。あー、なるほど、見えてないな。よし、行きますよ。これ3つ使うなんてことないよね、あれね。ないと信じてますよ。はいはいはい、
怖え。よし、ここはね、スピード勝負で行っちゃった方が意外と楽。ここはダメだな、待たないと。はい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 、はい、大きなバブルになってきましたが、右だ。で、今度はリフト、やらしいな。あー、バーナーまであるの、怖え。あー、やばい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 。あー、しまった、うまくジャンプできなかった。ここは1回目のバブルが行った後にも様子を見ないでどんどん行っちゃうで、2つ目がありましたね、ここにね。はいはい、あと1個かな。あ、いや、いっぱいあった。あれ全部集めるのは無理ですっていうかね、どこにあるのか目線に入ってこない。よし、怖いよ怖いよ。お、こうだ、オッケー。コインのあるところはセーフティー、そういうわけでもない。はい、セーフティーじゃないね、別にね。うーっそー、これ間に合わないよ。最近なんて言うんだ、ファイヤースネークの棒コースにひどい目にあってるんでね。よいしょ、中間中間、オッケー。ここまで全部取れてるかどうかわからないけど、5枚かちょうど半分だし、きっと取れてると信じて。さて次は赤い砲弾だよ、嘘だよ。うわ怖え。よ、あ、戻れるよね、戻れるよね。はいはいはい、赤コイン回収していきましょう。赤コイン5枚目を取る前に中間ポイント取っちゃってたんですかね。これはあれだよね、もうダッシュで行けっていうことですよね、こういうことはね。よし、赤コインは下、うん、下上かな。で、ここだ、こうだ。え、どっち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 、上、上に赤コインが2枚か。やばい、大事なところで咳をしていくスタイル。そして赤コイン取れなかった、悔しい。いやー、ほんと申し訳ない、大事なところで咳込んでしまって赤コインも取れなくて。いやー、これは後で裏でリベンジしてみたいと思います。申し訳ございません。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回の動画もまたぜひ遊びに来てくださいね。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。